おはようございます。チケット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。冷凍食品って忘れがちじゃね？いや、この前久しぶりに冷凍庫見たんですよ。冷凍庫にまあ買い置きしてある、まあ、冷凍食品を置いてあるんですけど、ふと見てみたら2021年のもんだったり平気でね2年経ってんのよね、なんか冷凍食品の賞味期限が忘れがちだよな。でね、それをどうしたかっていうとね、私ね昨日ね食べましたね久しぶりにガチでいきたいと思います。神竜の剣を持ちました。この意味がわかりますか？チデさんがガチを使うということですよ。行きましょう。お供はハグメタルとゴールド太郎です。おぉでも特技5つってすげえ感化できねえ。来ましたね。いよいよ。おはぎならぬ。ねえ。ゆだから、ご、は、ゆ、ご、はゆごです。はゆごでいきたいと思います。今回のパーティーは。はゆご。さあ、早いね、勇者。で、今回はね、おしゃれ着もしてきました。はい、よいしょ、うおー強い。やっぱりこの技よ。アーマーかける、あ、竜の剣技アーマーかける竜の剣技。そして、はぐれたらヒットアンダーアウェイ。行くぜ、逃げろ。よいしょ、オッケー。まあまあまあいいんだよ。そんな、はぐれたらダメージを気にしなくていいんだよ。さあ、もう一体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 は？もう一体は？あれ、もう一体は？あー、まあ主人公なら。おい、避けるんだな、これは三河市の服着てるからな。あれ？まだ逃げてないんだけど。あ、ちょっと待って、まだ逃げてない、逃げてない。そいつ逃げてない、逃げてない、逃げてない。やめなよさあ、今頃動き出しました。ドロンパッパ、ゴールドタヌちゃん。ドロンパッパと姿を消すぞ !1、2の3、よいしょ、はい、ポン。今回簡単ですよね。わかりやすいです。おはぎの派生です、これ。やってることは。横2体が逃げて、真ん中が、もう火力弾と雨かけます。早いな。本当に早いな、お前。さあ、このね、あと、圧倒的火力だな、おい。やっぱ、おはぎとかに足らないのは火力なんですよね。うん。だから、おはでとか、お花とか生まれたわけですけども、おはゆですよ。ゆ。しかもゴールドタヌーです。今回 DLC で使っている。大目玉では、耐久不安なんですよね。素早さも不安だし。まあ、ゴールドタヌーの方が素早さは遅いんだけど、ただ、耐性は優秀です。まあ、こうやって先制されちゃったけど、この通り、打撃に関してはね、ゴールドタヌー硬いんですよ。これはでかいね。さあ、ドローンパッパー？さあ、はい、1、2、3、よいしょ、はい、逃げろ。これでね、もう逃亡完了ですよ。ところでサイレス君は何をやってるんだサイレス君何をやってるんだろうか。ハギショウの部屋1体しかいないんだな、もう1体しかいないんだ、この場には。はい、オッケーオッケーオッケー。あー、オッケー。あー、オッケー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 。今回はガチよ。おしゃれ着を見せてあげましょう。こちらです。ふざけてんのか？おしゃれ着けると毎回ダサくなるよね。いやー、何がいいかって、ゴールドタヌーと大目玉の違いですよね。大目玉って、打撃、まあ、弱いわけじゃないけど、普通ぐらいなんですよ。だから、逃亡が成功していないときに、まあ、食らうダメージが大きくなっちゃう。体勢もいいわけじゃないし。だからゴールドタヌーは打撃強いんで、やっぱり。そこはでかいよね。逃亡、同じ逃亡でも安心感がある。最悪食らってもみたいなところがある。あと力が高いんで、大目玉より。ちょっと火力あるかなっていう感じですね。おお、ゴールドタヌー動いた、早いね。さあ、ドローンパッパ、いいぞ、
1、2の3、よいしょ、あーめー、まあ逃げろまあ逃げとけ。これが DLC のゴールドタヌーちゃんですよ。今回ゴールドタヌーちゃんと主人公が輝いてますね、明らかにこれは。主人公が明らかに天かける竜の剣技でね、もうご利用してる感が否めない。 OK、 ハグメタヌー逃げました。さあ逃亡技はやっぱ強いよ、言っとくけど、その場からいなくなるからね。さあユナズンは誰に行くの？おい、だ、どこにもいない、誰、そこ、そこ誰もいないよ。そうなるんですよね。やっぱ逃亡技って強いんだなぁと。いたーって。調子に乗っとるとすぐこういうことが起こるんですよ。なんでですかね。調子に乗ったらすぐこういうことやるんですよ。まあでもまあ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 。これが生きてくるのは大魔王戦とかだからね。メタルボム集まっていく、メタルボム爆裂、よいしょ。なぜメタルボムを選ぶ？そしてやっぱり来ました、アーマーかけるルーのゼンビー、やっぱ強えな、アーマーかけるって。ん？続かないぞ、この動画。大丈夫か？リンガール一旦だけの猶予をあげよう、君に。なんかロード長いなと思ったんだよ。リンガール、最強の合体モンスターの名高い君がなぜこんなところに。まあただね、一旦の猶予ですよ。アマかける竜の剣技 !240! この強さ、圧巻です。やっぱね、やっぱ、これ強いよ、アマかけるは。2回攻撃の中でも一番強いもんね。ぶっちゃけ言ったら。はやぶさの爪なんてもうさ、もう、時代遅れよ。かわいそうに。はやぶさの爪が何をしたって言うんだ。ドローンパッパ？さあ、逃亡完了ですね。ドロンパッパと姿を消すぞ。1、2の3、よいしょ、はい、バン。いや、強い。もうこれで逃亡完了です。スラキャノン、1体しか食らえません。これが輝いてくるのは大魔王戦かもしんないね。これ大魔王戦でも負けないんじゃねえか、これ。おしゃれ気もあって、みんな早いしね。ウルスラさん、出番です、ドーン。スラリンガルが、ウルスラさんによって叩き潰されてしまった。リンガルには無理だよ、止められねえよ、このチームは。さあ、大魔王戦行こうか。誰がいいかな。やってきたのは、ゲンマ王の城。相手にとって、一番都合がいいなって思うのは、素早さの低い大魔王です。そう、この台の素早さが一番低いです。この現場はですね、魔王の中でも一番素早さが低い大魔王として有名です。その素早さなんと 33! 33の素早さだから、はぐれメタルとゴールドタルンが先制できる確率ってどんぐらいやって話ですよ。まあまあまあ逃げれるでしょう。ただ、ちょっと怖いのが、つばぜり合い。避けられなくなってしまったのが、つばぜり合いですね。特に逃げる技は、勇気のたまりも、あまりないから、そこもね、ちょっと、怖いところだね。天かける竜の剣が強いんだ！いや、会心で487はやってるわ。本当に。さあ、ヒッターアンダーウェイ。さあ、無事励めたら逃走完了です。このターンのね、現場剣を食らいたくないんでね。さあ、ゴールターンのもうね、ドローンパッパ、行きましょう。さあ、行くぞ、ドローンパッパ、はい、1、2の3、3、オーケー、イエーイ。意外と力あんな、お前も。お前も意外と力あんな。あ、バイギルド、入念の準備から入るというわけか。なるほど、よかろう。そっちがその剣ならこっちも全力でね、つばぜり合いするまでよ。そのバイギルドを無駄にしてやろう。行くぜ。これ負けたら終わりだな。
これ負けたら動画終わるよ。ほら、やっぱ、そうなんだよな。逃げる技だから、勇気がたまらないんだ。トン、トン。オッケー！これで勝つ。よっしゃ、オッケー！でかい！これはでかい！これはでかすぎる！まあ、このターンはどっちでもいいわ、君たちは。君たちはどっちでも良くなった。よし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 、ここで勝つのは偉い。偉いぞ。はい、竜巻起こしになっちゃったのも仕方ない。別にいい。別にいい別にいい。しっかり当てれば全然問題ない。順調です。ノーダメです。デスタムーアのね、素早さの遅さをね、的確についていきましょう。さあ、アーマーかける竜の剣にいきますよ。せーの、はい、よいしょ、いいね。一人で500の火力になってんだもんな。偉すぎるだろ、これ。わー、強い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 。トドメボーダー乗りました。トドメボーダー乗りましたよ、いよいよ。さあ、ハグメタルを逃げ出して、オッケー、いいよ。ゴールタヌーもね、うお、早いね、ゴールタヌー。やるね。いや、デジタムーアがクソ遅なんだよ。もう、デジタムーアの素早さ33よ。こっちおしゃれ着も込みだから早いよ、そりゃ。地獄の竜巻、なんだそれは。もう2体いないよ。もう2体いないんですよ。はい、オッケー。問題は勇気が溜まるかどうかっすね。勇気5ターンかけて溜まるかどうかか。そうだね。普通のパーティーだったら、4ターンで勇気は溜まってるんですけど、逃亡技の関係上勇気が溜まらないわけで、光の弾必須だな、これ。あ、でもまあ、普通に言っても多分5ターン目には溜まると思うけどね、さすがに。外したね。逃亡技でしかも外したね。勇気全然溜まらないんだわ、それ。さあ、ドロップパー？姿を隠す !1、2、3！ オーケー、いいよ、オッケー。意外と会心出るのが笑う。ドロップパー、波動を、もうそうやってくるんだったら、ミスが2体というね、珍事が発生しておりますが。アナの全ての効果を消し去ったになっちゃった。じゃあこちらで行きましょう。ポチッとなと。進化の秘宝で勇気貯めさせてもらいます。まあなんだったら HP 勝ってるからね、もはや。もはや HP すら勝ってますからね。すごいね。逃亡最強か。このパーティー大魔王適正あんじゃねえか。ゴールドタヌーのいいところで打撃屋にも強いってところなんだよな。さっきも言ったけど。仮に逃げれなくても、保証がある。ただ、ゴールドタヌーは、今回はまあデスタムーアなんで、大丈夫なんだけど、炎と氷にめちゃくちゃ弱いんで、そこだけ注意しないといけないですね。あー、やったね、竜巻起こし。ってことは、このターン何か食らう可能性があるか。エビルテイル来たね。エビルテイルでも主人公じゃないかな。はい、避けたー！ラッキーラッキー！あーあーあー、めちゃくちゃだよ、このゲーム。ああ、このゲーム壊れた。ああ。いやー、哀れよ、ノーデスタムーは。足の遅さが命取りとなったな。ほんとだよ。ほとんどこっち先制してたもんな。さあ、赤目だ。赤目に勝ってこそこのパーティーは強いかどうか示されるよ。さあ問題は赤目ですよ。赤目といえばこいつ、あ、こいつの赤目は非常に面倒で、フリーズホーン、ゲンマーケン、ダブルテイルとね、厄介な技が目白押しです。大魔王デスタム、ゲンマ王か、ゲンマ王デスタムは、さあ上がった体力は6900。さあ削り切ってみせよう。勝機があるとすれば、勝機があるというか、勝ちに行くとすれば、課題がちょっとね、二つ間違いなくあるね。まず、
火力が大事。6900あるんで、で、かつ、ちょっと打撃硬いから、こいつ。250か。まあ、でも500出んのか。だから、横の2体の足りない火力を、主人公がいかに補うか。んで、いかに逃亡できるかだね。さあ、まあ、逃亡したわけですけど、この3つ目のタヌキがドローンパッパ、1、2の3。はい！ OK！ドローンパッパして、はぐみたま逃げて、OK！ このターン、フリーズホーンか現場剣っていう全体攻撃だけなんで、主人公しか影響を受けないっす。OK！ いいよ！さあ、主人公しか影響を受けないっていう状況下で、これで、どっちが来るか。現場剣が。ガードとか余計とか、期待してもいいんじゃない？はい！食らったね。まあ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 。じゃあ、ここで、挑戦します。うわー！ここで潰せない。これね、負けたら絶望的なんよな。緑だし、はぁ。ドン、ドン、ドン。オッケー。これは絶望的やな、ちょっとだけ。これ勝てばでかいよ。あぁ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 あれあれあれいや、まだだま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 だあるまだある全然ある全然あるまだまだまだあるきっとまだあるよきっとまだあるこっから勇気をためればいい大丈夫だまだ諦めちゃいかん今回は SP が使えるいつもデスタマーにはさ、負けてっからよいつもデスタマーには。ね、ヒーヒー言いながらデスタマーへたどり着いて、それでも負けてしまうっていうさ、そういうね、生放送何回やってきたかわからんからさ、こっちも。いけるいける、まだいける。まだいける。諦めちゃいかん。いいよいいよ、竜巻起こしてもいいよ。弱点取れるからね。弱点取れるよ、それ。オッケーオッケーオッケー、いいよ。勇気並ぶ、勇気並ぶ、勇気並ぶ。いいよいいよ、ファイナルブロードもいい。勇気減らす。勇気減らそう。いけ！勇気減らせ！減らせない！ここ！フリーズホーンか！まあ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 、あの、ゴールドタヌがやばいか！ゴールドタヌがやばい！よし、でも、うまくガードした！大丈夫、まだいける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 、まだ諦めちゃいかん。諦めない。諦めない。まだいける。攻撃した後、姿を隠すドローンパッパよいしょこのターンダブルというかギガ、現場剣か。ギガって言っちゃった。何がギガなんだよ。どうだ？とどめボーダーは乗るな。心配してたとどめボーダーは乗るというわけですよ。心配してたとどめボーダーは乗りそう。勇気が間に合うかどうか。だから次のターンは、食らうこと覚悟で、逃げない方がいいかも。逃走技使わない方がいいかも。現場剣、主人公、頼むぞ。ガードが避ける。ガードが避けるから大事。食らってるね、それ。まあ大丈夫、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 大丈夫。ここは、こうなるね。だから。これワンチャンあるよ。ワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンある。全然ワンチャンある。よし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 。勇気が溜まりそうだな。で、軽くもボーダー乗った。いけるぞいける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 。これがアマかけるの暴力か。アマかけるの暴力がすぎるが。メタルボム大丈夫大丈夫大丈夫。勇気溜まった煉獄の竜巻さあ、お前らの打撃体勢を見せてくれ余裕だろよし受かってる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 。さあ頑張ってくれたドロンパッパと、はぐれメタル頑張ってくれたあとは俺だ俺だ俺次第だ来たー追いついた勇気でさあぶつかり合おうや
お互い勇気の量マックス、イーブン、正々堂々、連打の勝負、連打が早い方が勝負です。いきますぜ、いくぜ。よっしゃー、オーケー、スタート。呼んだのはバーバラでーす。やっぱね、こうでなきゃね。来ました、勝ちました、ありがとうございます。やっぱ逃げるのが強いわ、素直に逃げ強すぎるわ。さあマダンテで終わりだ、すまんなデスタムは、こんな姑息な戦い方で。今回はすごい強かった。チームの素力が強すぎるよ。こんなのテラさんの動画じゃない。強かったわ。